はい、ドングリスの森です。今からちょっとチョモスタ、レッツゲレッ。チョモスタ、チョモスタです。ちょっと肉を焼いてるんですけど、いただきます。牧場バーベキュー。これはそもそもなんですね、これを自慢したくてなんか普通の焚き火台、円盤型のやつとかさ、なんか四角とかもあるんだけど、謎のひし形でちょっと硬そうなんだよね。四角のテーブルに対してのこの90度のアプローチがまあ美だよね。それが高そう、高そう、高そうポイント、うん、あとね、これを買ったんだよね、このタープ。これはなんか布が混ぜ込んであるタイプのやつだから、ちょっと高そうなんだよね昼間は1時間に1本ぐらいしか電車通んないけど、ちょうどここ電車が通るんですよね。なんでちょっとなんか都会っぽくないですか駅近で3万っすよ。3万、こここのあっちとここで3万、ありえないっすよ。でこの下に俺住んでて最初で、俺ん家も今引っ越して2階建ての木造の一軒家なんですけど、そこも3万ありえないでしょ。俺がそのここスタジオとして使ってるから、その先月あたりに引っ越したんですけど、その引っ越した家は 2.8 万です安いぶっ壊れてるんですよでもここの上も紹介できますよ、後で。本当だ、ここのナジャの撮影とかこの上にしてたから、ここいつも展望するとこ、展望台エリア、ほぼ桐生のこれ光沢に全部シャッターだらけです。上から見るとめっちゃ寂しいんですよね、このボタンが全部錆びてて、うん、下から見てもあんま変わんないかもしれないけど、シャッターだらけだ。あ、恥ずかしい、ホイールキャップなくしちゃったんだよな。あれ、すずも、うん これチョモサンバ、うん、これ俺のお気に入りの車ですね。俺よりも先輩ですね、93年式かな、やばい。で本体価格を9万円で見つけたんで買いだなと思って。乗り出し13でしょ、乗り出し13万でなんとか頑張ってます。じゃあ中入りますか。この部屋なんですけど、もらい物がめちゃめちゃ多くて、大体、うん、自分で買ったものって結構少ないんですよ。いただいたものでほとんどを賄っちゃってるんで。これは？あ、これは親父に借りてる。これは？これは前髪切ってもらってた人にもらったね。これは？これもアルさんか。これは？ん？あ、これトモヤの、もともとドングリのベースやってたトモヤに。マジもらい物ばっかりだよね。チョモシャワー。ここシャワーなんですけど、もともと2021年の8月ぐらいまでここに自分住んでたんですよ。でスタジオとその住居生活スペースがもうワンフロアに収まってる状態でやってたんですけど、ちょっといろいろ手玉になってきて、で引っ越したら、まあ、ここが使わなくなったんですよね。どうしようかなと思って、で2個俺の中のアイデアがあって、1個は床の間的な感じでなんか飾るかなでもう1個はボーカルをレックするための箱にしちゃおうかなと思って、スポンジ張り巡らそう。で絶対そのレックの方が効率はいいんだよ、全ての音楽作る上でも場所のこう問題でもいいんだけど、狭いよね絶対。
ことでしょ。狭っ。狭いよね、これは。集中できねえな。花もですね、もらい物、もらい物が非常に多くて、大体はね、うん、まずこいつ NPC2000、 これまだ音出ないんですよ。っていうのは、その電源ケーブルみたいなのを、その炊飯器とかの電源ケーブルってあるじゃないですか、なんかああいうのでと同じタイプらしくて、それをゲット しないと使えないよっていうのを、あのビム君に言われて、これビム君から借りてるやつなんですよね。これもそうだ、リズムマシーン。これももらい物か。これも借りてるやつですね、地元の先輩。これはマジで、こっちは超使えますね。これ超いい、うん、かなり個性的で、謎のユーモアなリズムが多くて、かなりいい音、うん、これは、人生初ジャンプを出ちゃった購入しまして、ジャンプを今まで一回も読んだことがなかったんだけど、まあちょっと出たので一応出ましたっていうので出てしまってたな、うん。もらい物じゃないやつから紹介していきましょうか。アフリカの自然の音が収録されてる CD です。取り込めるね、うん、あとこれは世界 の波の音が入ってる CD。 ブコフ。これは自分で買ったっすね。ジャズスプリング。これフェンダーローズを使ってる曲のコンピですね。どれだっけな、このね、5曲目の曲がなんか俺が中学ぐらいの時にその YouTube ディグを一番最初に始めた時になんかよく聴いてた曲が入ってて、でちょっと感動したっていうのが一番でかいトピックで、これマネージャーの岩本さんがくれたやつなんですけど、フィッシュマンズの世田谷三部作かな、これは全部2種類、各2種類ずつ聴き比べ用でくれたんですよ。マスタリングのね、うん、マスタリングが全部違うみたいな話で、あとこれ俺のおじさんがやってたバンドの CD です。あ、普通に今これ読んでるやつか。自分は98年生まれなんでジャズ好きだけど、その結構もうモノクロ映像のイメージになっちゃってるんだけど、当時から生きてる人にとってはこう体感的に見てる世界が絶対あるなと思ってて、それはちょっと知りたいなと思ってこういうのをちょっと読んでみようかなって感じで。こっちは本当に映すようなもんすごい少ないんですけど、撮影機材ですね。これがカメラと、この2個が照明、あと小物入れと、ジンバルと三脚と、クロマキー合成用の三脚と布と照明のやつとみたいな感じで、結構もう倉庫的な感じで使ってます。あとこれ俺お気に入りっすね。それドラクエの傷直すやつ。これ象のカバンって呼んでるんですけど、なんか象っぽいから。これ友達がくれたその革の袋っすね。その近所に革職人の人が住んでて、その人にお願いして作ってもらったらしいんですけど、これもその人にやってもらったのかな。布職人。これはめちゃめちゃ良くて、このおにぎりポーチみたいな感じなんですけど、ここにこうビッグを入れて置くっていう、まあこれが俺のお気に入りですね、この2個は。その袋何入れるんですか。いつも財布とかに入れてる。そうっすね、なんかもう、もう自分のこういうものとかあるじゃないですか、まあ、タバコとかそういうの。冒険みたいになるんですよ。冒険だよな。うん、こうですね、行ってきますみたいな。あ、こいつ使うじゃん、 JBL のこのスピーカー。これも常にチョモが持ってくるよね。これは結構だから、もうこう、そうだね、チョモいつもこれ、これがチョモっす。こういう感じっすね。スケボーです。これはもうやばいよね。やばい。いや、まあこれ土手のあるじゃないですか、芝生の坂。
あれをその段ボールとかでよく滑る子供いますけど、そのノリで降りれるっていうやつで、こういうのできないんですよ、もう坂に対してこれだけで、もう度胸比べでしかないっていうやつなんです。これやる、たまにやるだからチョモがそれ乗ってちょっと一回これです、これがチョモ、こういう感じですね、俺は。うん、これチョモ、だいたいこんな感じです。機材めちゃめちゃシンプルですね。うん、うん、リズムボックス以外で考えたら初心者 DT エマはこれを読めみたいなのの機材ぐらいしかないですね。スピーカーとミディ鍵とインターフェースとディスプレイって感じなんで、ただ最近のそのこだわりっていうか、そのこれあるじゃないですか、これでレック知ったんですけど、これはミックスとかではめちゃめちゃちゃんと機能を発揮するいいモニターヘッドホンなんですけど、これねレックの時だとその物足りたくなっちゃうっていうことがあるんですよね。それはなんか俺が結構刺激系な男なんで刺激系な男、うん、刺激系な男なんで、もっとこの刺激を大爆音でそのレックしたいみたいな、もううおーみたいな、8ビートやべーみたいな感じでレックできるように、うん、刀ちょっとそんなにいいものではないかもしれないですけど、このよりこう密閉感がある感じのやつを買いましたね。あとここがこうなるのかっこいいっすよね。うん、使いやすい。そんな上かな。以上、ドングリズの部屋でした。イエー、ドングリズの俺のスタジオでした。ね、うん。ドングリズの 4EP2、ぜひみんなチェックしてね。お願いします。お願いします。